第50話イマジンと観測。はじめに、私のチャンネルは軽い気持ちでどの回数話から視聴しても OK です。そしてある程度回数を重ねることであなたが目覚めるきっかけやヒントになれれば幸いです。私はビートルズの曲が大好きです。もちろん私の年代でもビートルズが解散してからのファンでした。1970年代解散後での彼らソロ活動での楽曲もよく聴きました。特にジョン・レノンのイマジンは心に響く曲として深く記憶に刻まれています。イマジンとは想像、推測、思うなどの意味がありますが、まさに人間の理想形への情念が伝わる曲です。私の仮想現実的な世界ではまさにイマジンの理念を人々が抱くことができれば平和な世界なんて簡単に誕生するでしょうね。しかし人間は平和より欲を求める力も強く、満足も限界がない動物です。せめて自分なりにイマジンの精神で過ごすにはどうしたらよいのでしょうか。仮想現実の世界では毎回お話ししていますが、観測して調べて考えることを行うことが重要です。しかし考えるときにあまりにも偏見を持ち曲解した考えにならないように注意しましょう。基本は素直さと理解する気持ちを忘れないようにしましょう。しかし勘違いしてはいけないのが、素直に納得しろということではありません。話は真摯に聞いて自分の頭の中で咀嚼して自分なりに答えを出せということです。何度も申し上げますが、自分で調べて考察して考えるのです。それだけで未来のパラレルワールドが変わってきます。イマジンイコールイメージすることができるか。なので普段から想像と妄想の強化訓練を行うと、判断の幅が広がり目覚めへの誘発も始まります。私なりの具体的な方法は、例えば目的地への道のりを Google マップなどを使い、距離や目印を確認して所要時間や条件を決めていきます。それには交通機関や出発時間や到着時間など基礎的なものから想定される行動面を予想して行動します。これで9割はうまくいきます。行き当たりばったりの時より2割くらいはうまくいきます。なんだたった2割かと言わないでください。物事は全般部分の7割と残り3割の相対性がまるっきり違うと思います。物事を始めると決めた時点で6、7割はうまくいくことがほぼ決まるのです。残り3割が加速度的に選択肢が増えて結果を変えていくのです。だからそこの部分を普段から鍛えておくことが重要なのです。ジョン・レノンはかつて12歳の時に世の中の仕組みを知ってしまったと話していました。私はそこまでには及びませんが、12歳で量子力学に出会い、これが世の中の何に役立つのか不思議に思いましたが、知ると巧妙の糸口が開ける予感がありました。それが半世紀もかかるとは思いませんでしたが、確かに仮想現実の世界を考えるに至り目覚めた気がします。一番の効果がイマジンの意味と観測の重要性が分かったことです。それを普段の生活に落とし込むことで運も向上して楽しみも増えて、ポジティブな波動を維持することができるようになりました。皆さんもイマジン&観測でイメージの実現化を目指してください。今回の話はこれで終わりです。次回は5次元の世界についてお話しします。